はい、結局小さいものになりました。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今日も元気に楽しく編んでいきましょう。やっとですね、このコットンマルチという糸なんですけれども、もう糸の残りが少ないので編み切ってしまおうということで何かを編み始めました。もうひたすらこの糸を消費したいという一心で編み始めまして、でようやくここまで編んできました。まあグラニースクエアの編み方で、四角ではなくてですね、六角形ですね、六角形の形で編んでいきまして、増し目がだから6箇所出てくるのかな、増し目が6箇所出てくる編み方で編んでいきまして、まあ四角のところを六角形にしてるんで当然目数がね増えていきまして、ちょっとね生地自体は荒ぶっているんですけど、おにゃおにゃーんとね荒ぶってるんですけど、まあ、気にしないということで編んできておりました。で、こちらの方は今ね9段までかな、9段編み終わった後に増減なしでこう6段編んである状態です。だからちょっとだけ立ち上がってるね。で今こちら同じようにまた六角形を作りまして、はい、でこちらもね9段まで同じように六角形編みました。で今これをこう蓋をするって感じかな、蓋をするって感じで、ちっちゃいちっちゃいミニミニのクッションになるかなと思って9段までは編んできたんですけど、もうね3段ぐらいは増減なしで編んでもいいんじゃないかな、少なくともあと2段ぐらいは編んでもいいんじゃないかなという思いになってますので、まずは増減なしでちょっと編みましょうかね編みましょうかねってなってます。うん、もう1段か2段ぐらいかな、1段2段うん2段ぐらいは編まなきゃダメかもしれないな。じゃあちょっとここからで糸がね、もうねもうさすがに使い切ろうと思って編んでるので、黄色はもうほぼほぼありません。多分1段いくかな、いかないかなぐらいですね。で、多分ここから続けて編める糸は赤か黒しかもうないので、今ね赤で最後3段編んじゃってるので、次黒かな、黒で3段編みますか。まあおさらいという感じですけれども、編んでいきましょう。はい、長編み3目と長編み3目の塊の間に糸をつけて、ここで鎖編み3目編みます。で隣の塊と塊の間ですね、間拾ってここに長編みを3目、はい、次またこっちの塊と塊の間を拾って長編み3目と、もうただただこれをやっていくだけでございます。で増し目したいっていう風になったら、ここにね1つのところから長編み3目鎖編み2目長編み3目って出してます。これで増し目になりますので、これを入れていったらどんどん円は大きくなるという編み方になってます。で今ですね、これで9段までね、この増し目をした状態で編んできましたけれど、ここからは増し目をしたくないので、今このね鎖編み2目のところですね、本当だったらこう長編み3目鎖2目長編み3目って入れるところなんですけれども、ここには長編み3目だけで、もうすぐ隣、次ですね、次のところに長編み3目編もうかなと。はい、これで角っこ立ち上がってきます、立ち上がってきますね。こういう形でもうひたすらですね、塊と塊の間に長編み3目、もうこれだけです。だから覚える編みが長編みだけなので、楽といえば楽なんですよ。難しくない、そんな難しい編みはしていないという編み方で、まあ、糸の消費にももってこいかなと。この糸がね、ほんとね、このグラニースクエアの編み方似合う似合うんですよね。
そう思ってこれを編んでおります。まずは1段やっていきましょう。1段2段かな、2段2段編み進んじゃおうかなと思います。はい、2段ふいふいふい、よいしょ。はい、こちらの方も2段ですね、編んできました。これで一応ですね、合わせ方というか、まあ目数というかね、玉編みと玉編みの間のもう長さというか、この数はですね一緒だと思うんですよ。はい、で合わせて方なんですけど、ここね、玉編み鎖編み2目玉編みっていう、ここの鎖編み2目の部分があって、その上に玉編みが1個入ります。で次の段になると、この玉編みの上にはこう塊&塊のちょうど間がきます。この間とこっちも同じ状態になってるはずなんですよ。玉編み鎖編み2目玉編みってなってる部分に、まず最初の段は玉編みが入ります。次はって言ったら、その横に玉編み玉編みで間開きます。で次はって言ったら、この間空いてるところに玉編み入ります。次は間が開きます。次は玉編みが入ります。次は間が開きますっていう、ここですね、ここ2つちょうどお互いに空いてる、塊と塊、こっちも塊と塊の間、それがちょうど、この六角形の角にあたるになるように、このタイミングで編みをやめております。でこれでちょっと止めていこうかな。はい、6箇所印をつけてまいりました。でこからね、編みつなげていこうと思うんですけど、はい、いや今ね、どうやって合わせようかな、表向いて合わせるか裏向いて合わせてひっくり返す裏返すかとかね、いろいろ考えてたんですけど、やっぱ表向いてやることにしましょう。で穴の数一緒なので、穴の位置を揃えまして、でこの穴の位置、生地のね穴の位置が全く一緒になるはずです。なるはずなので、ここで、はい、鎖編み1つして2枚ですね、こっちの隙間とこっちの隙間みたいな、ちゃんと穴を揃えて、穴揃えて、穴揃えて、はい、同じ2枚拾って、ここにまずまあ細編み2つ編んで、で隣ですね、隣に、はい、細編みを3つずつ、はい、またその隣2枚同時ですね、2枚一緒に合わせて細編み3つ。はい、次角っこに来ました。角っこに来て、よいしょ、はい、よいしょ、角っこに来たら、はい、角っこに、角っこも変わりません、細編み3つは変わらない。でまた穴を合わせて細編み3つと、これでどん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 合わせていっちゃいましょう。はい、まあ塊と塊、玉編みと玉編みの間の数は一緒なので、全然もう何も考えずに2枚拾ってね、同じ穴の位置の2枚拾って細編み3目ずつっていうことで楽ですね。全体的に目を拾うということをしておりません。もう塊と塊の間に針入れてっていう、そういう動きしかしておりません。袋状になりました。袋状になったので、ここで、綿を入れたいんですけど、綿ではなくてですねじゃじゃん、これあのクッシ100均で売ってるやつかな、100均で売ってるクッションカバーの中身なんですけれど、この大きさ自体はね 30×30 かな、なんですが、めっちゃあの中身幅薄いんですよね薄いので、これ畳めばここに入るんじゃないかなって甘い考えを抱いておりまして、ちょっと無理無理っと行ってみようかなと思います。まあ、入んなかったら入んなかったでまた別のことを考えればいいんですけど、なんか入る気がするんだよなほら、結構パンパンに入ってるよ、パンパンに。
あんだけ荒ぶっていた生地もこんだけパンパンに綿を詰めると気にならないというわけで、この状態で中綿入れた状態でちょっと閉じて、最後までね、最後まで閉じていこうと思います。まあ、多分ね、またこれも使ってる間にどんどん擦り切れてね、来ると思うんですよ。擦り切れて糸切れちゃうと思うので、そうなったらそうなったでまたね、来年夏糸で、なんかちっちゃいの作ろうかな。かなりね、我が家の下のリビングに置いてあるソファーのクッションね、クッションカバー何個も作ってますけど、まあ、傷むの早いですね。みんななんか、使い方悪いんじゃないのっていうぐらい。気がついたらみんな膝に抱えてたりボスボスなんかやってますんで、あっという間にね傷むんですよ。ほい、一番最初こまみ2目出発してたので、最後ここ一番最初のところにこまみ1つ編んで、はい、最初のこまみに引き抜き編みして、パン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 でございます。パンパン、あ、でもえ、かわいい。なんか、顔つけて亀さんとかにしたい。あ、かわいいんじゃないですか。これはいいよ。いいぞ。思ってたよりも、いいもんできましたね。どう思ってたんだって感じなんですけど、六角形のクッション。これで、すごい。ボインボイン。これで、糸始末して完成になりますね。はい、これでクッション完成でございます。で、糸なんですけれども、今ですね、全部がちょっとずつよ全部がちょっとずつ、もう全部ちょっとずつよ、余ってるのが。なので実はですね、このクッションのここの部分にもう一個ポケット作りたい。外ポケットですね。で、外ポケットの中に何を入れたいかと言いますと、保冷剤。保冷剤とかを入れて、夏は保冷剤、冬はカイロを入れて、こう、ホット&クールですね。のクッションにしたいなーっていう思いが出てきましたので、ちょっとこの残り、使って、どうしようかな。今、同じ六角形作った方がいいかな。同じ六角形を作って、か、もしくは思いっきりグラニースクエアで四角を作ってしまって、か、もしくは丸を作ってか。四角かな。四角でも面白いと思う。うん。まあ、この六角形でもいいし、何か形を作って、そこをここにペシッと貼って、ポケットを足したいかなと思っております。けど、それはまた、今度の話ということで、本日は、はい、やっと完成いたしました。この糸、コットンマルチ使い切りたいということで編み始めました、やつ、グラニースクエアを六角形バージョンにしまして作っておりました。結局ミニミニクッションになっております。ミニミニクッションの中に無理ね、あの薄っぺらいんですけど、クッションの中身をミューンと詰めてパンパンにしております。パンパンにしております。でも、これお昼寝にちょうどいいわ、弾力あって。あと私、あの腰が悪いのでね、ちょっと腰、背中の方に、椅子に座って編集するときにちょっと腰にこれ入れてちょっと支えるみたいな感じにもできるかなと思っております。はい、できたはい、できた。まあ、あの一応ポケット別でもう一個作って、それはまた後ほどというか後日ですね、つけようと思います。はい、とりあえず今日はこの辺にしておきましょう。うん、あんだけ荒ぶっていた生地なんですけど、中身をパンパンに詰めたら全くうねうねしない生地となっております。綺麗な六角形が出たと思います。はい、それではまた次回ですね。次回はもうだから、今日は本当にあの編み地を合わせて細編み3目ずつ入れてるだけなので、編み図なしということで、もう感覚で作りましたけれども、編み図なしということでよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回ですね。次回は、ちょっとどうしようかなって今悩んでます。まあ、生き物作りたいなっていう思いもあるので、生き物作るとは思うんですけれども、あとね、ちょっと、
ちょっと今持っているのはこのね、こうちょっと茶色の、これもショルダー紐なんですけれども、ちょっと長めになるショルダー紐が茶色もあるんですよね。だからこれからまだ夏で暑いですけどね、夏で暑いんですけれども、こっからまあ夏から秋にかけての小物とかの方も考えていこうかなと思っております。はい、それではまた次回ですね。次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた、じゃっ。